Thank you.
兄のごとくお慕い申し候様の助様、お願いのことこれあり一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候、夜な夜な怪しき者の家が徘徊し候、女中禁獣行き方知れずに愛なり候もと相次ぐ、恐ろしきこと限りなし。噂にてはもののけは人を喰らい地の底に引きずり込み候、兄義達に訴え候らえども、尾張との戦迫り候にて、それどころでは亡き有様にて候、先の父道三殿と兄義達殿との戦にては様之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候、数年の月日が経ち候らえども、雪が御頼りにし申し上げ候は、幼なじみにていとこの様之助様お一人のみにて候、この文がお手元に届き候らえば、ぜひに雪を助けに参らせ候。雪は一日千住の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年八月二十日、雪様之助様参る。こちらです、様之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は二つしか考えられません。今は使われていない百曲り堂、もしくは北側の大手堂です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。わかったわ。雪姫。様之助。よかった。やっぱり来てくれたのですね。様之助がこの城を去ってから心細くて、私。様之助、目を覚ませ様之助。今の何時では現場を制すことかなわぬ。汝のために我らの力を授けよう。
助け、幻魔を倒し魂をその小手に封じよ。これは様の助け、幻魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。この小手で腕が引きちぎれるまで戦いって。ここ開けろ。化け物俺が倒した。どうするよ、倒したって。お前ら悪い、すまん、許してくれ。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われているかもしれません。本丸はこの先だな。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。わかった。Yeah.
餌になりやがれ。